はい、こんにちは。今回ベゼル細かいことを見ていくための動画です。ちょっとライブ配信風に撮影してお届けしたいと思います。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。今回こちら新型ベゼルプレイ、こちらを細かいところをお伝えしていくために、このような感じで撮っております。はい、外観こんな感じです。で、基本的にはいいところがどこなのかっていうことを踏まえながらお伝えしていきます。基本的には外観めちゃくちゃ気に入っています。この特徴的なフロントフェイス、かっこいいです。このね、黒いグリルじゃないっていうところが何とも言えないです。こんな感じで、プレイの特徴は何といってもこの3色のトリコロールのカラーが入っています。で、ヘッドライトの造形を見ましょう。こんな感じで結構複雑。結構あれですね、切れ長のデザイン。隣にアウトバックあるんですけど、アウトバックも切れ長、鷹の目のような感じになってます。ではドア開けて中に入りましょう。ドアパネルの方から、行ってみましょう。このような感じで結構しっかりとしたドアの開閉ノブとなっております。そしてスイッチ類がこんな感じ、ピアノブラック調になっています。起動した。入るときにウェルカムのオープニングが始まります。では早速つけてみましょう。起動。こんな感じです。で、ナビの方こんな感じです。で、ナビよし。はい、アップルカープレイのせいで一回切れました。で、今こんな感じでナビがついてます。で、今日ナビの撮影を、しましたので、後日ナビオーディオディスプレイって言った方がいいんかな。今回はオーディオディスプレイのものが、説明させていただきました。で、運転席側のハンドルについているボタン周り、こんな感じですね。ボリューム設定で、マイク長押しするとね、 Apple CarPlay が立ち上がって今切れました。で、こちらあれですね、早送り巻き戻しというか送るボタンですね、オーディオ周りので。こっちがアダプティブクルーズコントロール系のスイッチ類になります。こんな感じ。キャンセルはこっち、設定ここみたいな感じですね。押したらこういう風な感じでアイコン入ります。で、ハンドルの方もアシストもこんな感じで入ります。二度押しじゃないわ、ハンドルアシストは一回押せば切れます。で、キャンセルを押すと切れるはず、切れなかった、ここ押せば切れたな。はい、です。で、ハンドルのヒーターもこちらプッシュすればつきます。
で、あとはレバーですね。こちら。こちら。減速の調整ができるレバーというふうになってます。これ実際によく僕は使うようになりました。運転しやすいです。はい。次ね、なんと言っても、このダイヤル類ですね。この節度感が何せめちゃくちゃいい。こんな感じで。で、プッシュ、オートで、これ消したりつけたり、今これついた状態ですね。で、全部これ、助手席、運転席、両方ともヒートシーター3段階でついてます。これね、押すとね、モニターにもこういう風に出ます。こんな感じで、これからね、寒い冬にはもってこいの機能かなと思います。で、左側下、こちらが充電専用のUSB の差し口で、右側がオーディオディスプレイとつながる、USB の差し口となります。で、プレイの場合はこちらトレー、充電トレーもついてます。で、 Apple CarPlay と連動していたりとかもするので、まあ充電し、なんていうんですかね、しなくてもつなげれるというのも一つの特徴です。で、その場合はもうケース入れてる人多いかもしれないですけど、裸でもし、スマホ持っている方はトレイの中に入れてやると充電しながらできます。で、あと比較的嬉しい収納がここなんですよ。この収納、これがめちゃくちゃいい。この収納のおかげで、かなり、なんていうんかな、例えばもうここにスマホドーンって入れてもいいですし、何やろな、小物類とか、例えばこういうカメラとかガチャガチャするようなものをこういうところに入れておくと使い勝手がいいです。で、シフトレバー、こちらもピアノブラックとこのオレンジの加色のおかげでかなり差し色になってポイントになってるんじゃないかなと思います。で、こちらブーツがついた、ストレートのシフトレバーです。これもね、かなりいいなと思います。これね、昨日ちょうど今度動画上げる予定なんですけど、シビックで、シビックをお借りして3本ほどの動画にしましたが、シフトレバーについてはこれシビックと同じでしたね。こんな感じです。で、こちらのプレイに関しては、下足元にあるこの ETC の 2.0 について聞きます。で、あとお気に入りのポイントとしては、こちらのシート見てもらうと分かると思うんですけども、このツートンのデザイン、これで車内がかなり明るく見えるようになっております。で、あとは目の高さぐらいというか、目に入るところも白い内装がこんな感じで入っておりまーす。この衣装の仕方がかなりおしゃれです。そして次のお気に入りポイントはこれですね。このダイヤルのところのそよ風のところ、この L 字から送風されるということになってます。もちろんここからのエアコンであればバリバリこう涼しくなるんですけど、ちょっと直接当たるのが嫌だなっていうことが僕よくあるので、このそよ風のレバーにすることで、そのあたり嫌だなって思うことが解消されるのがすごく良かったです。
あとは次お気に入りのポイントはもちろんこちらですね。空が見えるこのパノラマルーフです。で、あとは細かなところを言いますと、これですね、ミラーこういう風になっているんですが、これを横に向けて引くっていう、この機能があるのは初めてだったんですけど、かなり良かったです。夕方とかの走行時に日が低くなった時に眩しいなって横でなった時にはかなり効果が感じれました。で、助手席の方も同じようになってます。はい、です。では後席の方に移ってみましょう。よいしょ。後席荷物がちょっとあるのであれなんですけども、これが後席から見た視界という感じです。今ちょっと撮影してたので突っ張り棒が出てますが、こんな感じです。結構広く見えるでしょう。感じで、でこれ赤外線じゃないわ、暑さ軽減のために紫外線などを 50% カットするガラスとなっております。しかも眩しくもないし暑くもなくなるという優れた、ガラスとなってます。そしてあとまたお気に入りポイント、これです。この読書灯のような照明、これ最高ですね、ほんま。しかもね、2つついてると、こんな感じで、これは最高です。で、かなり明るいです。で、あとはこちらポケットついてます。で、ここがスマホが入るぐらいの大きさ、挟んでおけます。で、こちらにUSB の充電のところがあるので、ここに挿した状態でスマホをここに入れておく、ここに入れておくということが可能です。最近ね、片側しかないポケットがない車とかもあるんで、これほんま両方あるっていうのはいいなと思います。これがねあるとね、これ見てもらったら分かると思うんですけど、ポケットのね底に落ちないようにこれできてるのがすごいなと思います。で、あと足元空間についてはこんぐらい空いてます。拳 1、2、2.2 ぐらいで、膝裏ちゃんとくっついてる方かな、ちょっと余ってるかもわかんないですけど、奥まで座れば十分です。いやー、後ろ開放的でかなりお気に入りです。でね、こちらにツイーターがついてて、でドリンクホルダーがここちょうどね肘置きの前にあるっていうのもかなりポイント高いなと思います。で、スピーカーがこっち足元についてると、結構大きめのスピーカーが後席にもついてるという感じです。そしてホンダといえばこのチップアップ、はい、これチップアップ、これでここに後席に高い荷物を積むことも
できます。で外すときはこれを元に戻した位置で下ろすというふうになってます。であとはチャイルドシートをつける方、チャイルドシートをつける方についてはここね柔らかい素材になってて痛くないんですよ。ここ2つこれで奥に金具があってカチッと止めれるものがあります。であと後ろちょっと特徴的になってるのがここに多分なんですけどこれねバッテリーの多分冷却というか通風になっているところやと思います。まあだからってと言って後方から風がバンバン出てくるわけじゃないのでそんな心配はいりません、うん、でこれ今ちょっと下げてみてここねフラットなるようになってます。よいしょ。これねシートベルトが噛まないようにできる限り左の方寄ってくれてるんですよ。他の車とか行ったらシートベルトも一緒にガチャンってくっついちゃうんですけどこれはうまいことようできてるなというふうに思います。でこちらヘッドレスト見ていきましょう。こんな感じでそんなに高くまではいかないです。で低くするとこれぐらいです。これ真ん中も一応ヘッドレスト上げれます、うん、で皆さんがみんな問題視するのがこちらのヘッドレストじゃないわ肘置きが低いということですね。理想としてはこれぐらいに止まってもらえたらいいんですけどもダイブしちゃうという感じですね。はい、よいしょ。いやーまあこうやって今回撮ってんのは実は月曜日でこのベゼル最後になってしまいます。その前にいろいろ乗った上での感想を皆さんに共有したく、少しライブ配信チックにできる限り編集せずに動画として残したいなと思って、撮ってみました。ドリンクホルダーの感じこんな感じかな。こういう感じです。500のペットボトルでもちゃんとこのツイッターのところギリギリまでちゃんと置けるように位置ができてますね。でね今回いいなって思ってるのは後席のねクオリティと前席のクオリティが変わんないんですよ。ドアパネルもその辺の衣装の差をつけなかったのはすごく好感持てるなというふうに思ってます。あれまさかあシートベルトの高さ変えれるの今知った。これシートベルトの付け口の高さ変えれますね。やっぱようできてるな。重積も同じようにありますね。だから背の大きい人であれば上までこうやって高くできるし低く背の低い人奥さんとかやったら下げて使えるという風になってます。いやほんまようできてる。いや次回ねほんま次実は2日後にこのベゼル売ることになります。買取店さんから連絡今回は価格 .com から、依頼してみました。でその上で何社ぐらい来るかなというふうに思っていたんですけど
全部で7社来るそうです。で、同じ日同じ時間に来ていただいて、名刺の裏に、お値段書いていただいて、そこで一社決めたいなと思っております。で、中古車市場いろいろ見て、今回プレについてはプレミアム価格がついてるような感じで市場に出回ってるというふうになってます。で、一番走行距離があったのが800キロほどのもので、色は違うんですが、ブラックが確かあった時に見たのが399万円というふうになってます。ちなみに今現在の走行距離については1476キロになっております。果たしてその動画できた時に皆さんに実際に、ついたお値段お知らせできたらと思っております。はい、今回の動画は以上となります。はい、車を買って調べてみたチャンネルではこのような感じで所有した車についていろいろお伝えしておるチャンネルでございます。他にもいろんな動画ございますので、差し支えなければ他の動画も見て、よかったなと思ったらチャンネル登録していただいたり高評価いただけますと、これからのチャンネル運営の活力になりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、今回は以上となります。最後このような感じでベゼルまとめていきました。で、あとシリーズとしてはそれなりにまだ本数あと5、6本ほどあります。今回は一度まとめということでライブ配信に近いような形で、予告的な内容も含め、お伝えさせていただきました。また、これから、ベゼル購入予定の方おりましたら参考までに、いろんな動画見てみてください。他のこれまで紹介した車もあるので検討材料になればなと思っております。はい、以上となります。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんでした。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。